よろしいでしょうか。はい、すいません、東京望月です。あ、どうぞ。はい、あ、大丈夫ですか、すいません、東京望月です。週刊文春の今日発売の文春の報道についてお聞きいたします。ダウンタウンの松本人志さんによる、2015年ということなんですけれども、高級ホテルで女性を、部下の後輩芸人に、3人の女性を呼び出して、そのホテルの中で、性加害を加えたということが、報じられております。昨日ネット上ではかなり騒ぎになっておりました。今年はジャニー、北川氏の性被害を受けた元ジュニアの方たちが、たくさん告発をいたしましたが、再びこのようなですね、芸能界の中での性加害、しかも松本人志さんという非常に著名な、芸能界の大御所と言われているような方が、このような性加害の疑惑を複数の女性や、その関係者の男性によって告発されている。一芸人に関する疑惑についてコメントできないかもしれませんが、一般論も含めて、この報道をそもそも林さんは承知しているかどうかも含めてお答えください。はい、そうした記事があることは聞いておりますけれども、個別の記事の一つ一つについてですね、コメントすることは差し控えたいと思います。画面で、はい、個別は言えないということですが、一般論としてどうですか。今年1年を振り返れば、ご承知のように BBC がジャニー喜多川さんの70年以上にわたる性被害の告発者の方たちの報道をして、その後4月12日にカウアン岡本さんが、実際の被害を顔出しで実名で訴えました。しばらくテレビも含めメディアはおとなしかったですけれども、第三者調査なるものが起きて、当時の社長のジュリー社長が謝罪をし、保証を尽くしているという、今保証に乗り出しているというところですが、相変わらずこうやって芸能業界でのセクハラ、パワハラが、依然として続いている。これ一般論としていいんですが、やはり政府にこういった芸能や音楽業界を、しっかり監督し指揮するような、監督官庁なるものがはっきりないことが、結果としてこのようなですね、セクハラが横行してしまってんじゃないかという指摘もあります。今回の報道を、個別に言わなくてもいいです。なかなかこういった告発が止まないこと、それから元ジュニアの方たちはいまだに、自分たちの声を聞いてほしいと再三にわたって政府に求めています。しかしながら、与党そして政府から積極的に元ジュニアの被害者たちの声を聞こうという動きがもう8ヶ月以上経ちますが、一歩も進んでません。これぜひとも新たな官房長官の下でですね、この元ジュニアの方の被害者の声、もしくは松本人志さんの被害者や、こういった芸能界の中で起きている被害者の声を聞いてですね、その上で新たな、今年の夏に出したのとは別な、これを受けての、政策というのを打ち出してほしいなと思うんですが、その点いかがですか。はい、一般論としてこの性犯罪、性暴力、これは被害者の尊厳を著しくですね、踏みにじる行為であり、決して許されないものであると考えております。相手の同意のない性的な行為は、性暴力でありまして、悪いのは加害者である、被害者は悪くないという認識を、社会全体でですね、共有をして、性犯罪、性暴力の根絶のための取り組みや、被害者支援、これを強化していく必要があると、そういうふうに考えております。政府としては、本年取りまとめました性犯罪、性暴力対策のさらなる強化の方針等に基づきまして、改正刑法等の趣旨、内容の周知やですね、厳正な対処等を含めて取り組みを進めていきたいと考えております。はい、関連で。はい、すみません、東京もちびです。もう夏に出して取り組んでいくと言いながら、さらにこういう声もかつての話ですけど、松本さんの疑惑が出ましたし、かつですね、政府が関わっていないことで、ジャニーズ事務所、現スマイルアップの補償というのが本当に遅く進んでおりません。現状ですね、これまた増えている可能性ありますが、スマイルアップの報告でも、834人の方が被害補償を申請していますが、わずか23人の方にしか補償が行われていない。で、私が、インタビューした方の中にも、告発したそのお母様に自分の被害を告発した1ヶ月後に、そのお母様が自死をするという、そのことを重く受け止めて、息子に迷惑をかけたという遺書を残して自死するという痛ましい事件がありました。で、この方については9月に申し込みをしているにもかかわらず、その後もですね、在籍確認が取れないと。間に弁護士を入れて陳述書を出しても、
財政確認が取れないという、まあ、未だ3ヶ月経ってもこのような状況です。で、まあ、今被害の全容をですね、出すべきじゃないかという質問がたくさん記者会見でジャニーズ事務所に対して出ましたが、あの夏に林真琴座長の率いる第三者再発防止委員会、再発防止対策チームが出した、約70ページぐらいの報告書、21人の被害者にしか聞いていない報告書のみをもってして、まあ、徹底した調査が尽くされたから、これ以上被害全容を調査する気はないと言ってるんですね。あの報道1930でやってましたが、フランスの場合は2万5000時間をかけて2500ページ、2年半の調査で報告書記録をまとめています。で、やっぱりこういうことに関しては、単にスマイルアップに任せてるだけでは、全容解明は程遠く、補償についても、もう本当に遅くて進んでいません。で、財政確認できないという人は、スマイルアップの弁護士に会ってくれと言って会ったようですが、中にはですね、被害のことを細かく聞かないと言いながら、拷問性交を受けたのか、何回受けたのかと、まあ、その回数を、まあ、生々しく聞くような、そういう本当にショックを受けたというあの被害者の話も出ております。なので、やはりね、この元あのジャニーズ問題に関しては、政府の主体的な関与や調査が、まあ、どうしてもこれ、今の現状を見ると必要だと思うんですが、官房長官ですね、先ほど、まあ、夏にそういうのを打ち出したからいいというお答えに聞こえるんですが、いかがですか、まあ、新たな官房長官の下で、ぜひここは考え直していただきたいんですけれど。はい、性被害を防止していく上でですね、継続的に当事者の方々のお話を伺うということが重要でありまして、この今お触れいただいた緊急対策パッケージでもですね、そうした考え方を示していると承知をしております。今後の取り組みの中で、どのような方からどのような形でお話を伺うか、これ、関係府省において適切に判断されるものと、こういうふうに考えております。申し訳ございません。次の予定がありますので最後です。最後ですね。はい、すみません。すみません。あのもう本当に、ね、その答弁を、まあ、7月、8月からもう10何回以上、松野さんに繰り返されてきました。で、今のお答えですと、当事者の声を聞くということを重視していると、だからどのような形で行うかは、関係府省庁と連携したいと言いつつ、聞いてくれと言っているジュニアの声を無視し続けているんですね、この政府は。そして補償にも、調査にも、主体的に関わる、もしくは間接的にもっと全体を網羅するような調査をしたらどうかというサジェスチョンさえスマイルアップにしたような痕跡がございません。あのぜひ官房長官の今の思いとしてですね、そのような方向を示しているのであれば、あのいち早くその声を上げている当事者の声、被害者の声、元ジュニアの方たちの声を聞いてほしいと思うんですが、ご検討の余地はあるんでしょうか。お願いいたします。はい、あの一般論として申し上げますと、個別の事業者における事案についてはですね、まあ、当該事業者において被害に遭った方々に真摯に向き合うことを含めて、まあ、適切に対応されるべきものと考えております。一方でですね、社会的課題に対しては、やはり政府として政策や事業などにより適切に対応していくことが重要であると、こういうふうに考えております。まあ、このため性別に関わらず、またどのような状況に置かれた子ども若者であっても、性犯罪、性暴力の被害に遭うことがあってはならない、こうした考え方の下で、この本年7月に子ども若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ、これを取りまとめてですね、現在対策を加速化しておるところでございます。終了いたします。ありがとうございました。